こんなに好きになる街ってあるんだなと思いました。街のことをこんなに考える自分がいるんだなみたいな。アルプスピアホームプレゼンツ、街の翼、信州きらり人。この番組はアルプスピアホームがお届けします。染色家鈴木春奈さん26歳、出身は静岡県伊豆市ですが、東京の美術大学を卒業後大町市に移住してきました。在学中、東京の空気にどうしても馴染めなかった鈴木さんですが、染色物や生糸の産地巡りをする中で会ったのが大町の自然豊かな環境でした。東京にいた時はやっぱ絵が描けなくなっちゃって、で長野来て半年ぐらいしたらまたやっぱ戻って、色彩が鮮やかになって、自分の追い求めてた理想郷に近かった。大町は草木染めが全国的にも盛んな地。町の工房では自然染料にこだわって作品を作る鈴木さんを後押ししています。ありがたいですね。やっぱ大町のこの環境であったりとか文化であったりとかはなんかすごい発信したいです。大町に住み3年、支えてくれている町の人々のために何か自分にできることを、その思いから去年スタートしたのが町の魅力を発信する大町レディースとしての活動です。なんかみんな大町来たらいいのになって思いました。今鈴木さんは作家活動とともに日々大町を盛り上げるイベントに参加しています。自分が結局前に出ることによって、私は芸術家文化面から大町の未来を見出すってことを発信していきたいです。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。